東京競馬場で27日、日本ダービートライアルの青場賞3歳、GII、芝2400メートル、が行われ、道中は逃げ馬から離れた後、6番手を運んだ竹豊騎手機場の2番人気シュガー君、お須さん、立刀、清水久志厩舎が直線でじわじわと足を伸ばし、連れて追い込んだ湘南ラプンタ、お須さん、立刀、 高野智和厩舎の追撃を頭さ振り切って勝利した。勝ちタイムは2分24秒に、両。同レースの売り上げは48億1969万9800円で、スキルビングが制した昨年の53億5462万3700円より約5.3億円減少した。